ファイラカ島の位置ファイラカ島は、ペルシャ湾に位置するクウェートの島。地方区分は、アースイマ県、ファイラカに属し、首都のクウェート市から約 20km に位置する。クウェート有数の秘書地として国内外に人気がある。1950年代の遺跡調査で古代、ギリシャ文化が確認され、文化観光地としての開発も行われている。湾岸戦争時、ファイラカ島全体は、 イラク軍の拠点であった。イラク軍撤退後は、アメリカ合衆国海兵隊の演習基地として立ち入り、禁止地域であったが、現在は、政権が解除され住民は帰還している。しかし戦争時に破壊された、社会基盤の復旧が完全に進んでおらず、島内各地で戦闘の跡を確認することができる。ファイラカは、古代ギリシャ語で、辺境地を意味するファイラキオに由来する。 紀元前3000年頃、独自のパンテオン、太陽信仰、人身獄を行っていた。紀元前3世紀、アレクサンドロス3世のインド遠征の際、古代ギリシャ人は、英華界のイカリア島に形が似ていることにちなみ、イカリアと名付け植民。1990年のイラクによるクウェート侵攻時、約2000人いた住民はすべて追い出され、イラク軍の拠点となった。 翌年の湾岸戦争でアメリカ軍率いる多国籍軍が奪還した。2002年、ファイラカ島まで実施されたクウェート軍と海兵隊の合同演習の時にイスラム原理主義を信奉するクウェート人によるアメリカ兵殺害事件が発生したが治安は安定している。ありがとうございます。